神奈川県立湘南高等学校は、神奈川県藤沢市久下沼新名5丁目に所在する、公立高等学校。略称は、湘南。横須賀軍港を控えた湘南地方には、海軍士官が多く居住しており、その指定の教育のため、早くから、県立中学の設置が待望されていた。1921年、 神奈川県下六番目の中学校として、神奈川県立湘南中学校が設置された。戦前は一校などの南関高校などをはじめ、海軍諸学校や陸軍士官学校にも多数の合格者を輩出した。全国有数の県立新学校であったが、1980年から1990年代の神奈川県公立高校の学祭文化などにより、 かつてに比べ進学実績は後退した。しかし2000年以降は学生の撤廃や独自入試が導入されるなどの入試改革が前次進んでいる。2007年に神奈川県教育委員会から学力向上進学重点校に指定され、2013年にはこれら学力向上進学重点18校の県員役たるアドバンス校指定を受けた。 1948年に、定時制、通信制教育部が設置されていたが、通信制課程は2008年度からは、県立横浜平沼高校通信制課程とともに、県立横浜治有観校に移管された。新潟県女子市範学校校長であった、赤木愛太郎が、初代校長として赴任。対象の創立以来戦後の学生改革まで27年間の、 長きにわたって校長を務めたが GHQ により教職を追放される。しかし校内には赤木校長の像や赤木があり学年ごとに市の名前にちなむ赤力愛の三色に色分けされた。また校内のオブジェのような塔が赤、木、青の三色になっているなど現在もその影を止めている。1948年の学生改革により 神奈川県立湘南高校と、解消。1950年より、男女共学となる。戦前は、海軍兵学校の予備校的な存在であったが、戦後は、生徒の自主性を重んじ、受験や体育選手育成に偏ることなく、文部領土を置こうぜとする。部活動加入率が10割を超えるなど、課外活動が非常に盛んであり、さらに生還財会や放送、 学術研究、分断等学会へ多くの人材を輩出している。前期、後期の2期生で70分授業を採用している。第2学年まではクラスごと、第3学年から分離の各コース別の授業になる。いわゆる校則は存在せず、規則といえるものはバイク通学の禁止程度である。アルバイトも可能。制服は、男子は黒の爪襟。 女子は、紺のブレザーが、標準服と規定されているが、細かな形までは指定されていない。授業の進度が早いために、自主学習が求められる。2013年度には、神奈川県教育委員会より、県立高校教育力向上推進事業バージョ内の中で、横浜すやらし高校と共に、学力向上進学重点校のアドバンス校指定を受けた。 これは、県内に18校ある学力、向上進学重点校の権威役として、グローバル人材、次世代リーダー育成を目指すものである。これに先立ち、2013年3月には、第1回海外研修旅行を行い、1.2年生の希望者44名がアメリカを訪問した。文部領土の校勢の体現とされる、多彩で大規模な行事は、 湘南高校の特色である。4月末の陸上記録会に始まり文化祭、合唱コンクール、体育祭、駅伝大会と前期にはほぼ毎月一つの行事が催される。特に体育祭は大きな力が注がれ、湘南高校の最大の特色となっている。体育競技のみならず、50年近い伝統を誇る、学年横断のクラス対抗仮想演技や、 バックボードと呼ばれる畳21畳分の巨大な絵画なども採点の対象とされるため一般的な体育祭とは一線を画し生徒の多様な創造的才能が生かされる総合的な行事となっている仮装は脚本制作から振り付け衣装のデザイン材料を染色縫製小道具や大道具の材料調達から作成 下級生の仮想演技指導など、すべて上級生の計画のもとで行われ、その準備期間は、年度初めから行われる。文化祭は、定時制と共同で実施される。一部の学級は催し物を開くところもあるが、主に文化部の発表の場となる。埼玉県立浦和高校とは、交流を行っている。1956年から2002年までは、毎年5月中旬に、 湘南浦和対抗定期戦として、毎年交互に往来して、運動部イコール対抗戦文化部イコール交流会を開催してきた。湘南新宿ライン運行開始によりイベント時に、団体電車を走らせることが困難となったことなどを、理由に、2002年の第46回を最後に廃止されるに至ったものの、部単位の交流は続いている。野球部は1949年に、 全国高等学校野球選手権大会で全国優勝した。神奈川の公立高校では2021年現在唯一の事例である。西日本勢が圧倒していた当時、湘南高校の優勝は、新区の大優勝期が33年ぶりに箱根の山を越える箱根越えと言われた。 選抜高等学校野球大会には1951年1954年の2回出場。サッカー部は1946年に全国優勝、1988年に全国ベスト16、1947年より毎年筑波大附属高校との定期戦を行っている。珍しい部としてフェンシング部があり、1950年代から 全国大会に何度も出場する競合である。吹奏楽部は1952年に全国吹奏楽コンクールで全国優勝。その後1960年から1970年代にもサッカー部、バスケットボール部、フェンシング部、テニス部、陸上部が全国大会に出場したほか、多くの部が関東大会に出場した。2000年以降では、 フェンシング部、水泳部、陸上部インターハイ出場をはじめ、バドミントン部、球道部、ラグビー部などが関東大会に出場している。かつては、横浜国立大学附属鎌倉中学や、同附属横浜中学からの入学者が突出して、多い時代もあったが、1976年に起きた、横浜国立大学附属鎌倉中学校、内心所事件以降、 同中学校からの入学者は激減した。1981年の学区文分化などにより、全国公立高校トップの進学実績は失われているが、学生は2005年に廃止され、再び広範囲の中学校から生徒が集まるようになってきており、進学面での復権が注目されている。絶対評価の導入もあり、前期選抜では内申点が満点であっても、 不合格者が出ている。後期選抜では2007年度入試より、事後作成問題を使用しており、内申点に加えて高い学力が要求される。入学定員は、全日制の約半分であり、規模は大きくなりつつある。新校舎に建て替えた際に、全日制と定時制の使用場所を区切ったが、定時制の規模拡大に伴って、 全日制の教室も一部使用するようになった。4年制であるが、通常よりも早い15時30分からの授業を受けることにより3年間で卒業することも可能。県立高校改革推進計画の後期実施計画で2009年度に単位制普通科へ単独改編された。通信制課程は2008年度から、横浜平沼高等学校の同課程ともに、 横浜おさむ高校に移管された。以下の記述は2007年度までの記録である。通信教育という性格から、通学家庭に比べると定員が多く、同校全日制の倍以上の生徒を要し、その年齢や職業も多様であった。面接授業は日曜日、火曜日、木曜日に、主に定時制の教室を利用して実施され、学校周辺のウォーキングや、 各種教育、研究施設の見学などといった形で特設スクリーリングも行われていた。また、陸上自衛隊少年高科学校の生徒が本家庭を編集していたが、本家庭の担当教員が少年高科学校において授業を実施していたため、本家庭一般入学の生徒と少年高科学校の生徒が同じ教室で授業を受けることはなかった。なお、 南式野球部が全国制覇をしているほか、多くの運動部が全国大会で活躍する強豪校としても知られていた。校歌に歌われるように校舎は丘の上に立つ。当初計画では丘の下にあるグラウンド上に新校舎を建築、旧校舎所在地はグラウンドとして整備される予定であったが、卒業生や付近住民からの反対によって校舎建設地は 旧校舎の立っていた丘の上に変更された。校歌は、北原白秋作詞、山田工作作曲、小友会詞総刊号。反戦記事により、同3日、発禁処分。LC 所蔵。名称は、小友会。1926年3月4日設立。各地方や海外、クラブ別、企業別の支部も存在する。ありがとうございます。